アーシュだよ。今回は福岡インディーゲームエキスポに参加するよ。ゲームの展示イベントなのだ。インディーゲームとは少人数低予算で制作されたゲームソフトのことよ。有名な作品はアンダーテイル、カップヘッド、マインクラフトに当たるわ。今や知らない人がいない超大作なのだ。今年はキャナルシティ博多で約40作品展示されるそうよ。早速に行きましょう。シュッポッポ。というわけで最寄りの中須賀端駅に着いたわ。長旅でもヘトヘトなのだ。5番出口から左に曲がれば川端商店街をまっすぐ進みましょう。雨が降ってたから屋根がある道は助かるのだ。商店街を抜けたら右手にエスカレーターがあるから登って上がれば到着よ。福岡は交通の便が良い、間違えないんだね。インディーゲームエキスポの会場は5階になるわ。景色を見ながら向かいましょう。相変わらずキャナルは広いわね。あれ、広場でイベントやってるのだ。女性ボーカルグループリトルグリーンモンスターが来ていたそうよ。ソニーソンポに加入するのだ。選曲が古いわよ。イベント会場に着いたのだ。このポスターの子はなんて子なのだ。福場とゆひちゃん、福岡インディーゲーム協会公式キャラクターよ。 X ではインディーゲームや福岡の天気を毎日教えてくれてるわ。おお、ゆひちゃんがいっぱいなのだ。通路を抜けたらメイン会場になるわ。サイバー雰囲気のあるとても広い会場なのだ。とりあえず空いてるブースからゲーム体験してみましょうか。最初のゲームは射的60セカンド、60秒で景品を棚から撃ち落としていくゲームよ。物理法則が組み込まれてて倒れ方がリアルだったのだ。成績はいい、開発者が褒めてくれたわ。引き金は二度引かないのだ。続いてはアヒルさんゲーム。口から水を放つアヒルさんを進めていくわ。楕円型の体に口の位置の操作が癖になるのだ。チュートリアルの女の子も可愛いわね。結局ゴールまで完走できなかったわ。続いてミリオンシェルズ。スイッチリモコンを操作して遊んだわ。武器を変えたり攻撃を打ち消したり、レトロ感とは真逆に激ムズ操作だったわ。最後はエネルギー切れで積んじゃったけど操作に慣れたらハマりそうなのだ。今日最も人気があったブスがこのロボットゲームね。これが白い悪魔。最初はアクション対戦ゲームと思ったけれどまさかのサーキットゲームだったわ。ある程度攻撃はできるからロボットの意味もあったわね。インディーゲームって少人数で制作じゃなかったのだ。金属光沢やテロップの演出はとても少人数で制作したゲームとは思えなかったわ。余談になるけどパンフレット配ってた人めっちゃタイプだったのだ。逆マンは警戒されるわよ。最後のゲームは筋肉すくいよ。ふざけてて草。ネタ枠かと思いきや本格的な 3D モデルを駆使したゲームだったわ。さてメインステージでゲームの紹介を聞いてみましょう。ゲーム体験も楽しいけどゲームの開発経緯も気になるのだ。あれ、知ってる VTuber がいるわ。ちらじらしい演技、今日の本命は彼女なのだ。 JR 博多市公式 VTuber 羽方桃ちゃん、現在登録者3000超え、福岡で最も人気急上昇している VTuber よ。概要欄にチャンネルリンク貼っておくからよかったら見てね。1時間で3つのゲームを紹介してくれたわ。3つのゲーム体験したけどとても楽しかったのだ。帰り際アンケートにゆきちゃんのステージ用意も要望したわ。外役客で草。さてそろそろ帰りましょうか。ずんだもん感想は、初めてのインディーゲーム体験会だったけど行ってよかったのだ。開発者がブースに立ってゲームの操作も優しく教えてくれる。クリエイターさんの話も聞けてものづくり感性を刺激されたのだ。ウク主の動画制作意欲も感化されたわ。また来年も開催されたら行きましょうね。次こそあのイケメン開発者をご飯に誘うのだ。ご飯よりもゲームに誘いなさい。